では、ビーズガールズのライブの方スタートさせていただきます。皆さん拍手をお迎えください。一緒に盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは自己紹介していきます。はい、皆さんこんにちは。背番号358番パフォーマー夏です。ありがとうございます。2回目なんですが、1回目に負けないぐらい一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。
皆さんはじめまして、締めはパフォーマーのゆうきです。2回目なんですけど、まだ緊張してます。1回目よりすごいパフォーマンスをするので、よろしくお願いします。お願いします。皆様こんにちは、背番号355番ボーカルの稲です。今シーズンからボーカルになりました。今シーズンもよろしくお願いします。お願いします。皆さんはじめまして、新メンバーパフォーマーの背番号364番ななみです。ありがとうございます。2回目ですけど緊張してます。楽しみます。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは、今シーズンで2年目になります、背番号360番パフォーマーのレイナです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、パフォーマーの背番号356番パフォーマーのモネです。よろしくお願いします。リーダーのチャルです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はリリース役ビートということで、はい、改めてお知らせさせていただきたいと思います。私たちビーズガールズはですね、3月25日の水曜日に7枚目シングルプレイボールのリリースが決定しております。イエーイ、ありがとうございます。先ほど1曲目にパフォーマンスした曲が、そのタイトル曲のプレイボールという曲です。作詞を元ビーズガールズの上村真冬さんに書いていただいて、はい、この曲のテーマはですね、共に戦おうというテーマで、選手とファンの皆様が同じ熱い思いを持ち、同じ夢に向かって立ち向かう姿をイメージした楽曲となっております。はい、今までにない壮大感ある楽曲で、はい、振り付けにはバファローズをイメージされた B ポーズであったり、エンジン、皆様が一緒に声を出していただける場面がたくさんありますので、ぜひぜひプレイボールよろしくお願いいたします。お願いします。そして次にパフォーマンスさせていただく曲は、なんと本日が初披露となります、カップリン曲のハッピーデーです。ありがとうございます。テーマは織姫となっていて、試合当日の、試合当日までの意気込みやったり、非日常的な場所へ向かうワクワク感が歌詞に書かれています。はい、オリックスバファローズを応援する女性ファンの方たちを織姫というのですが、関西の球団ということもあって、関西弁がたくさん入ってきて、すごく可愛い楽曲になってます。え？さっき1回目でパフォーマンスですね、2回目ですね、はい、皆さんぜひ一緒に盛り上がっていただければと思います。はい、クラップの準備お願いしますね。それではクラップしてください。ハッピーデイ。
さっきのプレイボールとね、はい、180度、もう360度くらい一周回ってますよ。一周回るくらい長いと違う雰囲気になっております。ぜひハッピーデーの方もよろしくお願いいたします。プレイボールに入ってるのでよろしくお願いします。それではここからはシーズン中ホームゲームの際にパフォーマンスさせていただきます。ハリセンを使った楽曲クラッピングクラップをパフォーマンスさせていただきます。ハリセンをお持ちの方はハリセンを、お持ちのない方はぜひ手拍子を私たちと一緒に楽しんでいただければと思います。それではこれやっていきましょう。クラッピングクラップ回るんですよ。せーの、引き寄せる
知らせと自己紹介させていただきます。私たちはオリソホローズ球団公式ダンス&ボーカルユニットビーズガールズです。3月25日の水曜日に7枚目シングルプレイボールのリリースが決定しておりまして、本日はそのリリース役イベントとなっております。明日もこのメンバーでヨドバシカメラマルチメディア梅田さんの方の地下2階にあるヨドバシホールにてリリース役イベントの方をさせていただきます。その後もね、たくさん、はい、ありますので、ぜひお越しいただければと思います。お待ちしております。お待ちしております。この後、先ほどご予約いただいた方とまだ販売会も実施させていただきます。本日ご予約いただいた方には、先ほど公開されました新しい2020年度のビジュアルの生写真をプレゼントさせていただきますので、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。お願いします。それでは本当に寒い中たくさんお集めいただきありがとうございました。以上、ビーズガールズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこの後ですね、ステージの方で特典会の方の準備をさせていただきます。